学校の先生になりました。受験を超えて必ず役に立つ軸になると思います。学ぶエンタメに、どうもパサルボのセンスボルです。さあ今回はですね、タイトルにもある通り学校の先生になりましたという報告動画になります。このですね、経緯や理由、そして実際具体的な実現したいことを思い、そして今後の、活動についてお話したいと思います。まずこの学校の先生になりますということなんですが、まず本当です。で、ただ先生といってもですね、常勤、日中こう毎日行って何か教えるっていう先生ではなくてですね、放課後に行って、クラスを持って授業する、まあ、いわば非常勤講師のようなイメージです。ちょっと細かく言うと違うんですけれども、まあ、簡単に言うとですね、1回の授業しに行きますよとかではなくて、ちゃんと1年間クラスを持って授業させていただくと。そしてもっと言うと、僕自身は高校1年生の数学を担当することになりまして、1年どころではなくて2、3年高校1年生ほやほやの高校入ったばっかの子と一緒に3年間駆け抜けていくと、そういうストーリードラマを作っていくということになります。この都内の私立高校ってあるんですが、進学校かって言われるとそうではないんです。でここがミソです。パスラボの視聴者っていうと、例えば数学そもそも頭が良くてとかモチベーションが高くてっていう生徒が多いんじゃないか、そう思われるかもしれませんが、その逆でですね、偏差値としては大体55から60ぐらい、もっと言うとですね、パスラボのことを知ってる人は 10% ぐらいです。30人いたら 2,3 人手上がるぐらいの学校です。そもそもパスラボのファンですっていう人は、まあ、少ない状況、アウェイな中で本当に真っ白な状況で授業をさせていただくということになりました。で、実際僕自身は高1の数学を教えてですね、クマタン、パンダかぶったクマタンは他の高校です。また違う高校で日本史を現在進行形で教えてます。でもちょっと驚かれてることも多いと思うので、その背景と理由ですね、簡単に説明したいと思います。背景かつ理由でもあるんですが、まあ、一言で言うとですね、僕自身がずっとやりたかったことなんです。学校で教えるっていうことは、僕自身は香川県の高校、そこからですね、高校1年生の時に東京大学を目指しました。それまでは高校にもギリギリで入った状況だったりとか、そもそも勉強自体が楽しくないという状況からですね、東京大学を目指して見事、まあ、東京大学合格するわけです。まあ東大入ってからも思ったことなんですが、明らかにですね、地方と都会の教育格差、ギャップが大きすぎるなって気づいたんです。例えば情報とかモチベーションの部分ですね。例えば東京大学に受かりたい、合格したいと思っても、そもそも現役で受かってる先輩も知らないですし、やっぱり言ってもどうしても浪人が前提だったり、大手予備校に通わないと無理だっていう風潮が流れて、そんな中で目指すのと、都内のじゃあ進学校でもうみんなちらほら、みんながじゃあ東大目指してて、先輩にも当たり前のように東大に行ってる人もいて、もう東大に行くためのルートはほぼ揃ってますよっていう状況だったら、もう圧倒的に違うんですよね、そのメンタルの部分。それだけではなくて、例えば僕自身は大学に奨学金を2個借りてですね、行ってます。1つは返さなきゃいけないもの。2つ目は返さなくてもいいものを借りてたんですけど、そういう経済格差ですね、っていうところもありました。地方と都会ってありますけれども、簡単に言うと、もう環境とか立場が違う人、環境とか立場がまあ弱いっていう言い方あれですけれども、そういった人がなかなか大きな夢、目標に向かって挑戦できないな、そう思ってたんです。それが一つ、その受験っていうところを通して、ずっと思ってたところ。なんで僕自身大学入ってから何か地方と都会の教育格差を変えられるようなことをしたいなと思って、そこでですね、東大学部を卒業するまでにこのパスラボっていうのを立ち上げました。僕自身はこの YouTube でやっぱり特にモチベーションと情報ですね、勉強法だったり計画、そして実際東大の、ストーリーですね、僕自身が入ったもの、もちろん各科目の数学や英語の勉強の仕方なんかもね、問題解説とかも教えてますけれども、そういったことを通じて何か一人でもいいから学びがね、モチベーションになるような、学びが主体的になるような、エンタメになるような、そういったことを届けたいという思いでパスラボを6年生の時に始めました。そこからですね、1年後、まあ、普通だったら研修医になります。僕自身は医師国家試験を取って東大医学部卒業後、研修医にならずに教育の道に進みました。相当なリスクを取りました。それぐらいですね、僕は教育にもう人生をかけたと言ってもいいぐらいやりたいことがあるんです。それがまず一つ、地方都会の教育格差です。これはパスラボをじゃあ始めて YouTube 10万人当時行けました、半年で。その中でじゃあ10万人行ったら YouTube が何万人行ったら格差がなくせるか、そうじゃないなと思ったんですよね。 YouTube って正直一方向的じゃないですか。そもそもこうして見てくれてる人は主体的なんですよ。けど普通の世界、普通の世の中の人ってパスラボの多分パの字も知らないです。でその中で、じゃあ教育格差って言ったら、それは見てくれる人はパスラボでモチベーション上がりましたって言ってくださりますけれども、普通のやっぱりいろんなね人にも届けたいっていう時に絶対に必要なのが公教育なんです。
現場なんです。リアルな現場、学校、それをずっとやりたいなと思ってました。例えばですね、パスラボ医学部を卒業してあったのが学校の講演会とかは、10個ぐらいですね、今まで呼ばれたことがあります。で、講演会で本当にありがとうございました、モチベーションが上がりましたとか、そういうきっかけをいただくんですけれども、ただですね、僕思うのは単発ですよね。つまりその時バッと直接行って何か講演をして、でみんながすごいありがとうございます、でそのおかげで東大受かりましたっていう子も何人かいます。ただ単発ってどうなのかなと。つまり1回の講演で見てってよりは、ちゃんと1年間とか、もっと言うと2、3年間しっかり現場で、まあ、授業っていう形を通じてですね、生徒とまず関わりたいと、いろんなストーリーを作っていきたいなずっと思ってました。その現場の経験がないと、やっぱ教育者として語れることは僕は少ないなと思う。だからずっとやりたいって話をいろんな人にしてたんですよね。でそうしたら去年の夏に、ある学校関係者の方から、様々な学校ともうつながりがある方からですね、パスラボの熱意を買ったから、ぜひこの学校で授業してみなよというところでですね、実際こうお声をいただいたという形になります。なので、まあ、そういった背景、まあ、理由ちょっと長かったと思うんですけれども、まあ、簡単に言うと学校の先生になりたいっていうのが目的ではないんです。学校の先生になったら終わりっていうよりは、なる上でその大きな夢を叶えたい、もっと言うと日本の教育ってより良くするための第一歩なんです。言うたら小さな夢は叶えましたけれども、ここで終わりなんじゃなくて、それをチャンスにしていろんなことで教育に還元していきたいと思ってます。じゃあいよいよその学校、まあ、僕自身ワクワクしてるんですけれども、どういうことをしたいのかっていうか、してるのかっていうのを、説明したいと思います。で大きくですね、僕はやりたいことが3つ意識してることがあります。1つ目がですね、 YouTube ではできない双方向の授業です。まあ、YouTube っていうとなかなかこう一方向的になりますし、一般に授業っていうと学校の先生がいて生徒がいて、なんかこう一方向的に教えられる、そしてメモを取るっていうのが当たり前だと思うんですけれども、僕はその授業の当たり前っていうのをなくしたいなと思ってます。学びっていうのがエンタメになるような、前のめりになるような、主体的に学ぶような環境になるためには、やっぱりアクティブに双方向で何か一緒に生徒と考えるような授業、そしてそもそも勉強自体が楽しいなって思えるような授業っていうのをしたいなと思います。で実際ですね、これは高校でですね授業をしてる最中なんですけれども、面白いのはですね、やっぱいろんな背景の人がいるんですよね。そもそも数学が得意っていう人もいれば、数学が苦手ですという人もいるし、もっと言うと勉強自体が嫌いですっていう人もいます。でそんな中でですね、僕自身も実験です、こうすれば絶対主体的になるっていうのは分かんないです。ただそこも自分でいろいろな実験というか、生徒と授業する中で僕も学ばせていただきますし、で生徒も一緒に伸びるというか、いい意味で僕も先生とかじゃなくて生徒のもう一緒の仲間みたいな感じです。一緒にこのクラスとしてみんなで盛り上げていこうというところで、クラス目標とかもね、この前決めたりしました。じゃあ二つ目、これがですね何かっていうと、多様性を知るっていうことです。僕自身そのストーリーに言ったのは、一つ地方の出身ってありました。でパスラボのメンバーは結構地方出身だったりとか、都内でもそんな子もともと頭が良かったっていう人ではない人が東大に合格した、何か一つ目標叶えたっていう人が多いです。その中でですね、そうしたその経験っていうのは、あくまでもサンプルは1とか2とかじゃないですか。けど、やっぱこういう学校と関わる中で、様々な人、生徒一人一人の状況とかっていうのを、まあ生身で知ることができるんですよね。これは予備校とかだと一方向的なんで、授業をすればいいになるじゃないですか。僕は何度も言うんですけど、授業をすることが目的なんじゃなくて、あくまでも手段の一つです。手段としてやる中で、より生徒を主体的に前のめりにしていきたい。その中で絶対に必要なのは、一人一人との僕は背景を知ることだと思ってます。でこれはなかなか授業、集団授業ではできないので、また別の、形、機会ということで、生徒と個別面談をしたりすることはできればと思うんですが、やっぱりいろんなね、生徒の思い、環境がある中で、そこを僕は知るっていうのは、絶対これは現場でしかできないことだと思ってます。ここを知ってですね、それぞれにいい意味で、それぞれの人生に合ったストーリーに合った処方箋というか、一緒に何か頑張ろうっていうきっかけを僕は与えたいと思ってます。で、三つ目。これはですね、勉強の手段の選択肢を増やすことです。例えばコロナ禍でオンラインのね、授業とかが始まりまして、今は実際現場で対面で戻っているところが多いんですが、例えば iPad。よく ICT 教育って言うんですけれども、iPad を使って、もっと言うとデジタルで学びを共有したりとか、一緒に何か、そこを使って、効率よくっていうか、学びの僕は共有だと思ってます。共有をする中で、より主体的に学びが楽しめるような、ものが、今、学校現場にどんどん広がってるんですね。例えば僕の高校だと、ロイロノートっていうのを使ってやってます。ただですね、正直言うと、僕も高校時代なかったです。多分学校の先生方もですね、今、すごく大変だと思います。話を聞くと。なかなか慣れない中で iPad が配られて、もちろんその例えばね、ロイロノートっていうアプリがあって、それをうまく活用したいけど、部活動とか他の時間がなくてできない、そういう先生も多いと思います。ただ僕自身はそういうことを
もしたいんです。つまりいろいろノート一つにとってもいろんな活用の仕方っていうのはあると思います。そういった ICT を使った実験っていうのもどんどんやっていきたいと思いますし、やっていく中で良かったなというものはここで還元していきたいと思います。そういったこの3つですね。1つ目がその双方向性の授業、2つ目が多様性を知ること、そして3つ目が教育の手段、勉強の手段の選択肢を広げること。でここを意識してですね、授業をこれからもうしていくわけですけれども、面白いですよね。この前、ちょうど金曜日に授業ありましたけれども、生徒の目がやっぱワクワクする、キラキラする、輝いて前のめりになってる姿っていうのは僕は好きなんです。それがずっとできるかどうかわかんないです。いろんな失敗これからすると思います。それを失敗と思わずに、生徒主体で、そして僕も生徒の一緒に仲間として、何かいいストーリーを作っていければと思います。最後にここ説明させてください。パスラボっていうのはですね、よく最初の冒頭で学びをエンタメにっていうことを言ってます。この学びをエンタメにっていうのはどういうことかっていうと、一つがやっぱり主体的に実験できるエンターテイメントっていうイメージです。つまり勉強っていうのが遊びのような感覚でできる、これが一つ目。二つ目がエンタメのエンジョイですね。エンジョイしてためになる、これで僕はエンタメって呼んでることもあるんですが、つまりまず楽しむことがから始まるんです、学びっていうのは。でこれがないとやっぱり勉強が苦痛になると空にこもります。どんなにいい授業をしたとしても生徒の心には響かない。エンジョイしてためになるような授業、これができれば生徒の心のモチベーションに火がつくと思うんですね。あとは前のめに主体的にやれるような、つまり授業外でもやれるような形の主体性を作りたい。そしてその主体性はいつか受験っていうところだけじゃなくて、受験を超えて自分が大人になる時にでも必ず役に立つ大事な軸になると思うんです。で僕がよくパスラボで言うのはペイフォワードっていう言葉をよく使います。これは僕の好きな言葉で恩送りっていう言葉なんですけど、自分がされたこと、例えば教えてもらったことをその人に恩返しするのではなくて、次は後輩たちに還元していくと。これは僕は教育の必要な部分だと思います、この恩送りっていうのは。例えば今回この高1の数学で教えてて、2年生3年生3年間になって、受験終わって大学生になると、そうなった時にこの3年間でいろんなことを学べたと。学力とか学歴だけじゃなくて人間力の部分を学べたんだな、それを次は私も後輩に届けたいって思えるような人を僕は増やしたいと思います。もっと言うと、そういう人パスラボには実は今20人ぐらい大学生の子とか関わってるんですけれども、みんな同じ矢印向いていろんなことをやりたいということを言ってくれてます。今後そういった受験っていうところがゴールじゃなくて、その先を見据えた学び教育っていうのを僕は絶対していきたい、僕がっていうよりはパスラボとしてチームとしてしていきたいと思ってます。でその今後の活動についてなんですが、正直僕らもまだまだ未熟です。こういうチャンスをいただけてるんですけれども、いろいろ試行錯誤しながらやってる中で、やっぱりいろんな教育っていうところの視野を広げたいっていうところで、実はですね、この今13日に上がってると思うんですが、5月12、13日は教育エキスポっていうイベント、大きなイベントがあるんですけれども、そこに参加させていただいたり、あとは土曜日、明日ですね、ハイツさんとパスラボと、あとは教育クリエイターの鈴木さんっていう方と、イガラスという方で授業スタジオって言ってですね、教育関係者の方の前で授業させていただいたり、あとは単純に、現役東大生を交えてトークセッションをしたりっていう風にですね、教育系 YouTuber として何か動画を届けるだけではなくて、もっとリアルでいろんな人に会って僕も学ばせてもらってます。これを僕は広げていきたいなと思うんです。YouTube をやっている理由はただ一方向的に発信するだけではなくて、いろんな僕も学びを得たものっていうのを還元する意味でも僕は YouTube を使いたい。この30万人以上いるパスラボに僕はそこは価値を置いてます。僕は受験生だけではなくて学校関係者の方とか国の方とか見てると思います。そういった方もぜひ僕は何か直接会っていろいろお話したいなっていうのもありますので、概要欄にメールアドレス書いてますので、もしこの話聞いて何か手伝えるよとか、逆にこういうことを知りたいよ、僕も大丈夫ですよ。何かご縁があれば遠慮なく、メールください。ちょっと簡単に、ちょっと長くなったからもしれませんが、簡単に言うと学校の先生になったというところで、もちろん私立の高校なので YouTube はダメとかないです。学校の名前とか裏側とかそういうことは一切 YouTube で公表しませんので、普通に YouTube を続けていくということになります。ということで、第2ステージ、パスラボもいろんなことに挑戦していきたいと思います。ぜひ学びがエンタメに思えるような主体的なものをぜひ一緒に作っていきましょう。それではお疲れ様でした。バイバイ。今日のパスチャレ難しい。概要欄答えあるチェック。